はい、またやってまいりました。斉藤明です。昨日の話の続きってことなんですがね、ベルリーの盛岡大盛店みたいな話なんですが、すぐに来いって言われても、じゃあスタジアムはどうすんだという問題がまずありますね。スタジアムどうすんだってなると、こりゃ運動公園のスタンドを大改修しなきゃいけないわけですけど、そういう時こそね、ほんとサッカーファンの皆さんにはね、立ち上がっていただいて、もう2016年の岩手国体もありますから、スタジアム大改修やれとかね、ファンが金出して、まあ俺ももちろんその時は出しますよ、やればいいんじゃないかなって思いますよ。いや、今こそね、これあながちブラフでもないって言うんだったら、9月20日ね、サッカー協会とか、もうサッカーファンはもう南公園に集まって行動を起こすべきだと思います。9月20日はね、林良平君の母校とグルージャがやりますんで、まあそちらにお越しいただきまして、ぜひね、本物サッカーってものをお楽しみいただきたいと。まあ、青山の方でやってんのはね、ガキの遊びですから、ぜひ、お越しください。その時にね、話聞くと思います。一人でも多くの方にご協力いただければ幸いです。では、お待ちしております。